ゆっくり深呼吸から。どうも、達也です。どうですか皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。えー、さて、今回ですね、最近調子悪いなと思ったら、まずはね、えー、自分の生活習慣をね、えー、見直してみようという、そういうお話をしていこうと思います。えー、やっぱり、その、僕たちは同じようなね、サイクルで毎日毎日過ごしています。 今日も明日も明後日もねで。そんな中で自分の調子が悪くなってしまうような生活習慣がどこかに含まれていると、それを毎日毎日繰り返してしまうことになってしまうので、必、えー、然的にね、調子悪くなってしまうかなと思います。えーまあ、なので、まずは、 自分が毎日どういうことをしているのかなこの時間帯はだいたい朝はどういうことをしているかな昼はどういうことをしているかな夜はどういうことをしているかな寝る前はどういうことをしているかなっていうことを紙の上なんかに書き出してみて、その中で改めて、あ、これは良くないなって思うことがあれば、そこを調整していく。ね。そうやって習慣を調整していくっていう習慣を作ってみてください。決して、 自分を責めたりだとか、それをできない自分をどうこう、マイナスに考える必要はなくて、まずは自分がどうこうではなく習慣を疑ってみて、えー、そしてその習慣をちょっとずつね、改善していってみてください。で、おすすめなのは朝ですね、朝に水を飲んだり、 朝日を浴びて体内時計をリセットしたり、えー、太陽光をね浴びてビタミン D を生成したりだとか、えー、しっかりしたものを食べたりとかね、タンパク質が多くて、えー、炭水化物もちゃんと取れて食物繊維も取れてちゃんとしたものを食べたりとか、えー、ちょっと運動してみたりね、朝散歩してみたりとか。 呼吸法をやってみたり、ヨガやストレッチをやってみたりっていう、この朝一番に自分が、自分にとってね、今の自分にはこれが必要かなって思うものを持ってきてあげる。これが結構おすすめです。なぜかというと、朝一番の時間帯が一番、あの、時間、スケジュールをね、作りやすいんですよね。えー、どうしても、一日の最後とか、中途半端な時間に持ってきてしまうと、その前と後ろの、あの、用事で、 時間,時間がうまく取れなくなってしまったりだとか、あと疲れてしまったりねして、ああまあ今日はいいかなって思ってしまうので、まずはね、何かこういうことを習得したいなと思ったら朝一番に、えー、持ってくるっていうのをお勧めします。で、その時にクオリティ、えー、は求めなくていいかな、質とかですね、えー、は求めなくていいかなと思います。 ね、えー。まずはね、あの、できないところから始めるので、できなくて当たり前なんですよね。なので、まずは朝一番にこういうことを始めてみようかなっていうことを決めたのであれば、とりあえずそれをやってみる。ね。これがおすすめです。例えば、呼吸法をやろうと思うのであれば、本当に一分間、ね。1分間からやってみたりとか、朝起きた時に1回深呼吸を行う。 ということから始めてみたりとか、えー、そうやってずーっとぐーっと,ぐーっとね、あの、ハードルを下げて下げて下げて、これだったらできるよねっていうところからスタートしてみてください。で、それを過小評価せずにちゃんとできたのであればできたということで、カレンダーなんかにね、印をつけて、丸をつけたりしてみてください。そうやって、 自分ができなかったところからできたんだよっていうことを目で見てね、わ、えー、かるようにしてあげてください。そしたらちょっとずつ自分のモチベーションにもつながります。で、そうやってどん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 続けていけば、脳神経系的にね、あのー、 育っていくっていうことが考えられるんですよね。まあ、あ上達していくとか、習慣化されていくとか、えー、そういうふうに考えてもいいと思うんですけども、繰り返し繰り返し行うことで、やっぱり僕たちは、あの、上達するような生き物なので、何でもね。なので、朝一番に何か、えー、こういうことやったらいいんじゃないかっていうのを持ってくる、スケジュールに入れておく、予定に入れておく。そして、それを、なるべく低いレベル、レベルって言うとあれですけども、とりあえずできるぐらいのハードルに設定しておく。 それ一回でいいです。まずは一回を始める。そしてそれを継続していく。そしたら、あの、一回の質も上がってきますし、あ、こういう風うにやれば、あの、自分にもっとやりやすいかなっていうようなアイデアも浮かんできます。そして継続することで、ちょっとずつ日常生活に変化が現れて、えー、自分の体や心にも変化が現れると思います。ね。えー、そうやってちょっとずつ、ちょっとずつ変化させていくのがおすすめです。 で、その中でやっぱり朝一番に持ってくる。で、もしその朝一番のスケジュールっていうのが難しいなって思うのであれば、夜寝る前、寝る直前に何かやってみる、えー、っていうのもおすすめです。これも同じように、えー、呼吸法だ、えー、瞑想、あのー、ヨガストレッチを入れたりとか、えー、髪の上に悩みを書き出すジャーナリングを入れたりとかね、あまりこう、脳が興奮しないようなものがおすすめなんですけども、そういうふうに寝る前であれば、 あの、必ず一日の間に、えー、皆さんもそうだと思うんですけども、寝る前の時間っていうのはあると思いますで。ちょっと布団に入ろうかなとかね、ちょっとシャワー浴びた後とか、晩ご飯食べた後とか、ちょっと時間があると思うんですよ。でその中でうとうとしててもできるぐらいのハードルにして始めてみる。で、それをちょっとずつ続けていく。ね。えー、そうやって夜、えー、寝る前の習慣でもいいんです。 こういうふうに、ちょっとずつ自分にとって、今の自分にとってマイナスだなって思う習慣を、今の自分にとってプラスだなって思う習慣に切り替えていく。うん。ちょっとずつね、それを始めてみてください。で、できるようになっていくと、朝一番と夜最後、寝る前の、この二つにね、習慣を入れられたりして、さらに変化が起きてくると思います。で、人間面白いもので、寝る前の、 直前のことっていうのは結構覚えていたりします、えー。そういうふうにできていたりもします。なので、えー、夜寝る前にしっかりと努力できたなっていうことがあ、自分の、なんでしょうね、行動としてあれば、どんなことできたかなっていうのがあれば、それを紙の上に書いたりして、そして朝起きてみると、あ 結構自分でいろんなことできてるんだな。案外自分が思っているよりも自分自身行動できているんだなっていうことにもつながったりもしますので、ね、朝一番と、ね、夜寝る前に行動したのであれば朝と夜の行動っていうのをこう日記帳に書いたりして、えー、それにね、花丸をあげてくださいね。そうやってちょっとずつちょっとずつ自分の行動で、えー、自分を成長させていってあげてください。 ね、えー、悪いような自分にとってマイナスだなって思う習慣から自分にとって良いという習慣に切り替えていって、そうして習慣を切り替えていくということは、 行動を変えるということですから、行動を変えるということは、えー、肉体的にも脳的にもあの変化が起きると思います。そうやってちょっとずつちょっとずつ自分の中に変化を作って、ちょっとずつちょっとずつ自分にとって理想だなと思えるような、えー、状態や、えー、環境や、えー、成長ですね。そういったものを自分に、えー、与えてみてください。<laughs> そしたらちょっとずつ元気になっていくと思います。はいえー、そういうお話でした。ね、あの、なるべく 小さく始めてみて、それを続けてみてくださいね。なるべく三日坊主でもいいので、まずは始めてみること。無計画でもいいので、まずは始めてみること。あのいくらレベルか、レベルというか、難易度が低くかろうが、ハードルが低くかろうが、全然問題ないです。まずは何と言っても始めてみること。これを強く強くお勧めします。ね。始めてさえしまえば変化は起きますからね。というお話でした。 さて、今回もお別れする前に呼吸法をやってお別れしようかなと思います。えー、やり方はね、とても簡単で、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。これを繰り返します。えー、今回は3回だけにしようかなと思います。これもなるべくハードルを下げて下げて、できるところから始めてみてください。では一緒にやってみましょう。まず口から息をふーっと吐きます。そして鼻から息を吸って。 口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。これを繰り返しましょう。口から息をふーっと吐いて。鼻から息を吸って。口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って。 口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます。はい、ちょっと落ち着いたと思います。こうやってこのちょっとずつを積み重ねて自分にとってちょっとずつ変化を起こしてみてくださいね。それではまた。 この場所でお会いしましょう。また寝、ね、ちゃったと強くなるとは思います。大丈夫です。ではでは。